どうも、ゆうさです。いつも見ていただいてありがとうございます。さあ、プラモを作り始めて、初めてプラモ作ってから、まあ、2ヶ月ぐらい経つんですけれども、最初の頃、本当に最初の頃にですね、一体このシャーザクを買ったんですね。で、なんかあんまり覚えてないんですけど、なんか素組みだけして、まあ、ずっと置いてて、でなんか微妙になんか汚しの練習とかして、なんかこんな感じになってるんですよね。でなんかもったいないなと思って、で一回バラしまして、で当時は全くやってなかったんで、その合わせ目消しとかをある程度やりまして、で今こんな感じでパーツが分割されたので、ちょっと塗装をこれからやってみたいなと思います。はい、ちょっと綺麗な塗装をやってみたいなと思うので、メタリックな感じでギラギラっと作ってみたいなと思いますので、うまくいくかどうか交互期待。はい、ちょっと見にくいですが、黒で、光沢のある黒で、スプレー完了。ここから次はシルバーを塗っていきたいと思います。シルバー吹きます。はい、全パーツ、シルバーに塗りました。これは、ガイアさんの、EX シルバーで塗りました。はい、次はここからちょっと色を塗っていきたいと思います。クリア系を塗っていきたいんで、クリアレッドで、ディープクリアレッド、このあたりを使っていこうと思います。あとはまあクリアブラックとか、この辺を使って、塗り分けていこうと思います。はい、こんな感じで塗ってみました。一度目塗ったらこんな感じ、もう一回ぐらいは塗り重ねて完成にしようかなと思います。Check the mic and make sure it sound right, boys. はい、では完成しました。初めてのキャンディー塗装というやつでございます。さあ行きましょう。ドドドドズドンということで、こんな感じ。はい、比較用のザク、素組み塗装なし、艶消し塗装もなしのこいつと、置いてみましたが、この圧倒的ツヤ感、このテカテカ感いいですね。はい、こんな感じです。ちょっとあの手、銃を持つ用の手を塗ってしまったんですけども、はい、人差し指クイッとなってますが、はい、こんな感じ。色味結構いいですね。もともと組んでたキットなんでバラしてやったんですけども、ちょっとそこ
こっちは消せたんですけど、そっちが消えきってないですね。ちょっとサフの段階で、サフじゃないの、サフは拭いてないんですけど、その下地の段階でもうちょっとちゃんと処理すればよかったなと後悔はしてますが、まあ初めてキャンディー塗装、こういうキャンディーメタリックみたいなの挑戦してみた割には割と綺麗にできたなっていう感じ。頭なんか本当にねテカテカ、はい、映ってますね。このデスクライトが完全に映ってます。綺麗に映ってます。はい、まあもっとうまくできそうだなという感想は持ちました。はい、難しかったのはめ銀シルバー拭いた後に、まあ、クリアのカラーを乗せていくんですけど、これ胴体はディープクリアレッドで、こっちがクリアレッドでいってるんですけど、なんか微妙にやっぱ色味がこことかすごい赤いじゃないですか。綺麗にこう重ねて、でこっちちょっと薄くて、まあ、なんか若干ちょっと色が薄いんですよね。でその結構な重ねるたんびに色味が変わるんですよ、クリアカラーってっていうことが本当に身をもって分かったというか、すごくまあ難しいですね。はい、なので横に一つそのこの色にしたいっていうのを置いてやってたんですけど、それでもやっぱ何回もやってわけわからんくなって、で終わってみたらこんな感じで色の差がちょっと出るという、はい、まあ自然光の下だとまあほとんどわからないんですけど、こう寄ってみてこう綺麗に照らしてみると、やっぱ今だったら顔とアーマーが変にこう明るいですよね。明るいというか赤いですよね、赤さが。でこう縦とかちょっと沈んでるというか、そんな感じ。同じ色なんですけどね、これ同じ色なんですが、これぐらい差が出てしまうと、下もまあ手がやっぱちょっと薄くて、薄黒くて、でこっちが赤いっていう。でこれ下地のシルバーの具合、そしてさらに言うと、もうそのさらにした、黒の具合によっても結構左右するんじゃないかなと、しそうだなというのを感じたので、まあ次やるときはもっとこうさらに丁寧にやってみようと、もしくはあえてムラを作ってこう変化を楽しむっていうのもありかもしれないですね。まあとりあえずこれもともとそのこんな塗装しようと思ってたキットではなくて、本当に適当になんか買ったから組んだみたいな感じだったので、まあようやくちゃんと形になって良かったなと思います。はい、ただ武器をどうしようかな、武器もやっぱメタリックにするべきなのかどうかちょっとよくわからないんですけど、はい、まあ手があのクイーンの状態になってるんで、あそこを何をさせればいいかなというのは若干不安です。はい、まあとりあえずこんな感じで、シャーザク初めてメタリックに塗ってみました。見ていただいてありがとうございました。